7時半になりました。さっきちょっと落ち込んでたんだけど、あ、そうだ、開運ソング自分の歌を歌おうと思って歌を歌ったら元気になりまして、エネルギー使ったので、やはり麻婆丼、辛い麻婆丼を食べに行ってきます。そこが空いてなかったらもうとりあえず行ってきます。ちょっと夜はカメラ持って行けるか、ちょっと一瞬言い訳で持っていくのやめますって言いそうだったけど、三脚っていうか、こう小さな三脚じゃなかったらいけるんだね。ただそれで、あれなんだっけ、電源があるかな、電源があるかどうかっていうとこありますけどね。めんどくさがり屋は幸せにはなれない、これは開運の鉄則なんです。今一瞬ねちょっとめんどくさいかなと思ってしまいましたが、1個でもほら24時間ライブ配信したいのよね。でもそういう気持ちを出していかないと、1個でもめんどくさいとか思ったら、せっかく積み上げてきたあの本気なんですっていうのがガンと落ちるからさ。はい、失礼しました、訂正します。もちろんいつもカメラは持っていきます。まあどんな時代になっても目にこうコンタクトで、それがまあ裸眼だからね。でも目あの何カメラ型のが出る可能性は全然あると思うので、その場合はでもがダメですよね。私はね、ワイヤレスも電磁波が来ますからね、まあ、考えます。それか昔の CCB カメラがちっちゃくこうシール型とかなって、なんか電磁波をカットする洋服、朝の洋服とか着ればいいってことかな。はい、とりあえず、お家はですね、はい、あのスカーフ、これ本来スカーフなんですけども、ちょっと寂しいんでスカーフと、ここにもこの間初パステルが、あれなんだ、初なんだっけ、クレヨンじゃなくてクレヨンか、ん、なんか忘れちゃった。あとはい、私に愛を教えてくれた犬たちの写真と、でこっち側はこんな感じ、まあ、撮影とかお歌とかね、ショールームとかね、まあ、一応1、2、まあ、3、4、これをやったら5、あとはこの前だったら6、まあ、風呂場も入れたら7パターンぐらいは撮れますね。というところでご飯行きましょう。瀬戸恵子の完全なる自由人。どこであげるかわかりませんが、辛い麻婆丼、麻婆豆腐行ってみたいと思います。店変わったんだ、変わったんだ、ここ焼肉屋さんだったんだ。あ、美味しかったです。麻婆豆腐ピリ辛の、聞いたら火曜日と土曜日だけしか昼はやってないらしい。そうだったんだ。あ、雨が降ってきました。それで麻婆豆腐食べてから、いやもうちょっと食べたいなと思って、今度カレー食べました。はい、人生で初ですね、麻婆豆腐ライスプラスカレープラスターメリックライス。なんか夜はね丼じゃなくてお酒飲んだ後に締めに食べるみたいで、はい、体にいい感じで
で、これから気合い入れて13時間ぐらい寝るんで2食分食べといたんですって言っときました。いやでも本当ちょっと元気になったから、できればっていうか頑張って、部屋を掃除してから寝たいと思います。でさっきふと思ったけど、ちょっと不自由なことを言ってしまいましたね。今まで培ってきた信用がなくなっちゃうのよってね、はい、っていうことよりも、それは不自由なんですけど、まあなんかあれですわ、めんどくさがり屋は幸せになれないっていうのは私の考えですから、まあめんどくさいことで幸せになる人もいるかもしれませんが、でもまあ何をもって幸せかというのであれば、私の幸せという定義は何も問題ないなく生きるというところなので、まあご了承ください。あれ、ご了承ください。寒い、食べたから、この食べた分一食分ぐらいはお片付けしたいと思います。帰ってきました。寒いので暖房を入れたんですけど、座ったらもう早速眠くなっちゃいましたので、寝る準備をしようかな。ちょっと編集をやろうと思ったけど無理そうです。あ、暖房入れたら暑い。シャカ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 で、ご存知の、見ていただくとご存知だと思うんですけど、私は温度に非常に敏感でございまして、コンフォタブル、気持ちいい心地よい温度に自分を持っていくっていうか、調整するのが、だから何回も着たり脱いだりしてるでしょ。そうなんです、温度が一番こだわるところ。さあとりあえずもう諦めます。諦めました、あなたのことは。そう、分かったの。もう施術はね、卒業に近いってことよ。今日歌を歌って、ここのお部屋は歌えるんで、純粋に歌を歌うことっていうのは、まあそれすることによって変わっていくのでしょう。はい、その場合は施術をしないと生活はできないので、ヨーロッパで言うとパトロンですね。スポンサーではなく純粋に応援していただける、そういう方がいないと施術の仕事をしないといけないというところにありますので、まあとにかく純粋に歌うことじゃないですか。ここで奈良から始まるってそういうことなのかなとかいろいろ考えてます。そうそう、ここは山が見える、もうなんていうの、高いところにあるから全部お客さんだと思ってるから、やっぱりこう規模が、ほら施術ってマンツーマンじゃないですか。マンツーマンとこういうのとはさ、やっぱり違うってことなんだよね。まああとは皆様にお任せします。見えない存在、思い出たちと。あ、カーテンを閉めるとこんな感じなんですよ。だからパターン的にはカーテンを開けてるパターン、閉めてるパターン、なおかつ透明白いのもあるし、あ、すごいよ。だから黄色のバッグもあるし、紺もあるし、白いのもあるし、景色もあるでしょ。でここがあるでしょ、これ今5、ここだけにしたら白6 7 8 9 10 11、揃えたら11、12パターン。こんな狭いところで、狭いワンルームでも12パン取れますよ。もうちょっと下、下は下でやればもっとだよね。12、13、14、15、16、17、キッチンで18、
20パターンぐらい取れるってすごいね。はい、では富をスタジオに命名しましょう。立つとあれだね、座るとなんかほっとして眠くなる。でも寝よう。寝るのが瞑想なので、瞑想で宇宙会議というかってことでしょ。はい、ではシワにならないように、これはテーブルにかけるやつかな。頑張ります。よ、24時間ライブ配信。まあ私自身が電磁波カット T シャツとかね、開発すればいいんじゃない、電磁波カット T シャツ。眠い、眠くなってきた。誰か僕のとても大切なあいつを知らないか、だらららだらららららだらら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 。歌詞忘れちゃいました。これはお布団にかけようかな。もうね、縫う時間がないからね、もうこう切ったままなんだけど、でも妥協は必要なのね、進むにはね。そう、説明、言葉って難しくて、基本ベースと、なんていうの、基本ベースがあって、で、そうじゃない時があるから、もう不特定多数の人が見ると、大抵、こないだああ言ったじゃないかとかさ、基本ベースなんですよ。でも、イリーガル、非常的なことがあるというね。人間は変わりますからね。そうするとさ、信用できませんとかさ、いろいろ言ってくるんですけど、ね、言ってくる声が聞こえるんですけど、なんて言うんだろうね、そういうのってね。子供の時私そういう人だったの。それち、この間こう言ったじゃないかって親によく言ってた。で、臨機応変とかさ、ベースがあっての応用とか、そういうあれじゃないんだよね。だから難しいんだろうね。まあ、分かりやすく言えば、例えば文句を言うとか、文句を言うっていうのは空に向かって唾を吐いてるわけですよ。ね。そうするとだから自分にかかってくるわけですよ。で、すべての出来事って、必要だから来てるのと、まあ、試されてたり、なのよ。まあ、試されてるのかな。だからいろんな状況を、でもいろんな状況を作ったのは自分だから。だから、その自分に対して自分の因果応報ね、自分が招いたことに対して文句を言うというのは、違うよねってことだよね。でもそれがちょっと難しいんだったら、じゃあ全部が神様からのギフト、贈り物だとすると、そこに文句を言っちゃダメなのよね、っていうところ。まあだからそういうさ、この間ああ言ったじゃないかとか、そういうのってね、なんていうのかな、子供っぽいって言うんですけど、だから成長できないわけよね、っていうことなの。大変だね、大人たちね。でも小学生がね、自殺するような世の中を作っちゃったのは大人たちですからね。だから自分たちも苦しめてるわけじゃない。でももっと子供たちはもっと苦しまらされてるわけ。だから一人の成功がみんなの成功っていうことは、一人本当の自分で生きる、本物の自分で生きる人が出てくると、それを応援してあげると、一人成功すると、あ、自分もやっていいんだなっていうのが思うわけですよね。
さあ、喋ると起きる。そうね、座んなかったら大丈夫みたい。じゃあやろうかな。でも喋ると延々と喋るからね。だってネタいっぱいあるからね。ちゅうことなのよね。ショールームっていうのは動画残んなくてそのまんまずっとあれだから、ショールームにすればいいんだね、きっとね。本当に一期一会だからその方が面白いんだよね、きっとね。一番の理想は日本だけじゃなくてもいいから、血のつながっていない人たちが一緒に共同生活をする。それはほら若いさ、なんだっけ、相乗りみたいな、ああいう若い子たちだけじゃなく、まあシニアだけっていうのも一つあると思うよ。あとは家族でいいんじゃない、おばあちゃん役。あれ、おばあちゃん、お母さん、お母さん役。おばあちゃんはまだ早い。これなんだっけな、三脚か、それだ。お、香水はね、トランクに入れれないからここに置いといたかね。お、あー、センス直してあげる。こうやってね、切れちゃったところとかはね、切れたままにしておくと余計ダメージが広がるから、気づいた時にすぐ直してあげるといいんですよ。だから問題が大きくなるっていうのは見逃しちゃうから大きくなるってこと。ずっと喋ってられますよ。これはオイル。早いうちに直してあげると、これ以上傷口が大きくならずに、これほっとくから大きくなっちゃうの。軽井沢ホテルで別れた白樺がララ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 難しいんだよね、音程が。軽井沢ホテルで別れた白樺がラララララ、白樺が風にダララララララ、ララ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 ラ、ララ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 ラかな。ああ、忘れられないのではなくて、あなたを忘れたくないのだかな。よいしょ。さて、じゃあ話し始めたらできそうだ。本当は綺麗にして、あ、まあじゃあ早くにしよう。そんなにだって、あとで編集が大変だもん。
だからこれからはトゥルルルルルになります。